手に言わせちゃダメだよ、それはもう。宮本二刀流の原点を知らない。原点知らない日本人。二刀流。日本人わかるけど。じゃあ二刀流といえば。宮本武蔵。あら、宮本武蔵知ってる？知ってる？知らないです。知らない。誰と喧嘩したの？宮本武蔵。だい昔の人ですもんね。社長もいいこと言うよな。そうですね。ってところで切っとこう。